先生だぞ。あのすいません。あ、はい、どうされました？ですね、はい、あの炊飯器を探してまして。あ、炊飯器ですか。で、種類が多いからどれか迷ってまして、どれがいいのかなって。あ、そうですよね。ちょっと教えていただければなと思いまして。かしこまりました。あのすいません、あのこれは、あ、こちらはですね、あの銅印の、は、あ、銅印の、ああ、銅印の、銅印うちの、え、侍？違います。あんた侍？違います。あの、銅印です。銅印うち？あ、違います。銅印うちの、違います、違います、違います。私は、おばあさん、ではない。おばあさん、あの、はい、なんか怖い、この炊飯器怖い、なんか血を感じる。あ、違います。あの、銅印、銅印うち、違います。あの、おばあさん、あの時代劇がお好きなんですかね。あの、銅印うちじゃなくて、銅印、銅印うち、銅印、象印の商品でして、はい、あのこちら特徴はですね、圧力 IH で、え、吉田正尚ってこと？はい、屈辱 DH。 いや、失礼よ、圧力 IH、 あんた失礼よ。いや、あんたでしょ。レッドソックスに今いて、足が遅くて肩が弱いから DH やってるって、あんたバカにしてよ。詳しいな、詳しいな、メジャーリーグに。屈辱 DH って言葉はありません。いや、 DH でもすごいんですよ。いや、違う、圧力 IH、 屈辱 DH、 違う、吉田正尚のことじゃなくて、圧力 IH、 圧力、圧力 IH、 DH。 いや、 DH は打たないと圧力かけられるけど、違う、圧力 IH。 あんた本当に選手に失礼ね。いや、違うって、だから違う、あんたって何なの。おばあさん、おばあさん、あの、屈辱 DH じゃなくて、圧力 IH、 圧力 IH。 あ、そうです、そうです。何ですかそれ。いや、圧力 IH の方が美味しく炊けるということなんですけども。おい、あ、それはいいですね。そうなんですよ。あと、あ、これも気になるんですけど、あ、こちらはアイリス大山の、え、あ、アイリス大山の私、は、親戚とか大事な人いるんです。え、電話しないと大変、大変、壊滅大阪の、アイリス大山、アイリス大山、私も大事な人がいるんです。いや、アイリス大山、壊滅大阪なんか言いません。違う違う、アイリス大山。もしもし、タカちゃん、大阪が壊滅したって聞いて電話したんだけど、うん、え、何もない、何も地震とかも来てないの。うん、よかった。うん、じゃあ元気してね。はい。あんた嘘つくないや、大山しか言ってねえわ。あんた何言ってんの。俺はアイリス大山しか言ってねえわ。おい、恥かいたわよ。おい、お前のせいじゃん、このババア。おい、年取って恥かくのが一番嫌なの。おい、お前の勘違いじゃ。おい、聞けババア、大阪壊滅してないじゃない。アイリス大山や。おい、何、じゃアイリス大山、あ、アイリス大山。あ、そうそうそう、あ、もうそういうメーカーがあるんです。あ、もう私知らなかったから、すいません、なんか、うん、いや、びっくりしちゃった。あのね、おばあさん、こちらの商品なんかはね、はい、炊飯器で、はい、なんとパンケーキが作れます。パンペーキが作れます。作れるか。違う、いや、あの、もういらないですか、パンペーキなんで、この時代。あんた、私だってスマホ持ってる時代よ。いや、わかります。ねえ、違う、何してんの。だから炊飯器でパンペーキなんて作れるわけないだろ、普通に考えてわかるだろ。違う、パンケーキ、パンペーキ、パンケーキ。おい、何、パンケーキ、パンケーキ、は、パンケーキ、パンケーキでないよ、おい、パンケーキ、パンペーキ、パンパン、なんで、なんで交互に間違うの。違う、パンケーキ、パンケーキ。あ、そうそう、パンケーキが作れます。パンとケーキが作れるの。あ、そうそう、そうなんですよ、こちらの製品は。あ、すごいわね。あ、そうなんですよ。んー、で、ちょっとこっちの商品も気になります。あ、こちらのパナソニックで、パナシニック、言ってない、何に、いや、どこに、いつ、いや、あの、どこで、いや、あの、何のために、あのぶっぱなしに行くとか言ってないんで、あの、パナソニック、いつ、違う、行かないんだから、どこに、だから、私来週の火曜日暇だから、私もパナシに行くよ。だから決闘しないから、違う、あの、パナ
ソニック。パナソニック。そうパナソニックっていうメーカーで。あんたなんかもうほんと声がちっちゃい。お前の耳が遠いんじゃ。なんもわからない。じゃあパナソニックでね。はい。こちらの炊飯器は。はい。無水調理ができます。苦しい調理ができます。できるか。やったー。あの違う。やったー。苦しい調理できんの。炊飯器なのに。できないってだから。私のために作られたみたいな。いや好きなんですか苦しい調理。私苦しい調理大好きよ。あそうなんですか。やったー。だからこれではできないですか。よっしゃー。おい聞け。これやったー。おい無水調理や。嬉しすぎる。もう帰れ。